荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが一年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青2歳が。青2歳ね。覚えていますか、10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人どうなろうが私の。おっと、長話が過ぎました。私はこっ。綺麗に再開発された偉人町が完成し、そしてその時の元幹事長の。ここが春日君たちのアジト。ああ、うん、まあ苦痛。私は特段の文句は。どいつもこいつも勝手だなんて。ちゃんとな。
ハンジュンギから止め、俺の立場的にも。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。現在監視室、家が焼けた犯人、引退した示しがつかないからね。だからって揃いも揃ってうちに来るか。人が集まる場所には情報も集まります。情報か。その後ブリーチジャパンあんだけ暴れまくったんだから。警察、春日君ニュース見、そういやここもコミジュルの一件で、はあ、テレビも新聞も警察さえ手出しできない。そこに危険を変えるてね。そんなの随分。それだけじゃあります。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を、そしてその火災で小笠原が死んだ。どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてことは。そのまさかでしょうね。正義のために殉死した革命の英雄。小笠原は青木との関係をベラでも、ただしコミジュルが炎上した件で不事件性も感じないから警察も病、しかもグレーゾーンの撤廃に。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中。どうしますか、今から警察に行って。無駄だな、警察はマブチの息がかかった連中だらけ。全てはあの青木って男の完璧に。わか、でも完璧って言ったってよ。ブリーチじゃ、うん、そこは結果論ってやつかな。確かに今の世論、警察もこのままだとは。コミジルもハンピン・リューマンも、そしては大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。密、また連絡させてもらいます。そうで、しかしそのあら、おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすため。まあその話はな、とりあえず蝶も加わったことだし、この先さんさん、俺の番。ほら来いよ。おい、ほら。いくわ。ほら、どこから。おい、取っておきだ。よっしゃ。元通りだ。はい、来た。勝てると思ってるよ。来てよ。こいつで問題ねえぜ。俺の番か。おい、うわ。行くぞ。ほら、ほら来いよ。やれ、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 やれ
バン。こいつだ。俺の番だな。いけるじゃん。
リハビリ、あれ、いえ、安西、余裕、確かに。花山選手は4番、安西、ちょ、おいあんた、花山、おい、おてめえ、すたく、ありがとう、立てるか、ありがとう。その足、安西って、まあ、悪い、俺はそう、怪我させ、あいつと、それに、チームの勝利だ、そう、僕は、かん、あの、今年、焦俺は、というか、いい、春日さんなら、頼み、安西に会って、詳しく、安西に、でも、あんたでも連絡がつ、あいつがお忍びで通ってた店が、浜風通り、うし、俺、礼は必ず、ありが、今、か、浜、なんかよ
何見てんだよ。そんなに見ても何も出ないよ。余裕余裕。さてやってみろ。ほら来いよ。やるわ。こんなメス逃げるなら今のうちだ。俺の番だな。ダメだ。とっておきだ。俺の番ね。とっておき。ほら来いよ。どうするかね。どうした。やってやるぞ。行くぞ。ベルトを受ける。ザコが俺の番。おら来いよ。やんのか。おい来た。やるか。俺の番か。おら、せーて。ようやく来たかい、浜子さん。いらねえもん捨てるって言っただろ。こいつら私一人で出したんだけど、残りはあんたたちに頼む。布団買い替えるのかい。景気いいじゃん。あれ誰もいねえ。あの子たちは一人残らずや。閉めるんだよこの店は。偉人町再生ブリーチジャパンの連中が浜北港風俗で働く子やその家族が無料無料で住める。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受け、日本国籍のないあの子たちにはこれ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作る。これからは同じような施設を全国。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら。その辺もちゃんと考えてくれててね。私はシェルターの寮でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。ありがたいって。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい。でも今回こうやって代替えのなんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木寮。なかなか大した男だよ。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票、今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔す。うん、そうだよ。なんてこと言うんだい。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。今日だって青木さんはお忙しい。青木亮が今日小笠原さんの葬式に。青木さんはどんなに忙しくっても仲間駆けつけてくれる情な。それをお前らは大して知りもしないで。偉人町に来て挨拶に行くか。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。やれるわよ葬式ほど。かなんで最後まで。悪い浜子さん、ゴミだ。えそう、悪いな。式場の場所わかるか。偉人町で葬式と。あそこか。
小笠原君。間に合った。ちょっと通してくれ。何？あの、いや違う。無理無理。今日の参列者は先行の一本くらい。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかない。本日の式場をここ偉人小笠原君が最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前、横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして君の親友として、本当に本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人町にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し、天国で見守っていてください。一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技よね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします。どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。道を開けてください。はい、通して、通してください。青木都知事。ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだな。偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下銃は？でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。
ゴミ袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよね。偽物カラス、何か言いたいことでも。私の番ね。ほら来いよ。やるな。ほらやるな。さて。舐めないでくれ。さあ、こんな。さあ、やってみろ。見せてやるよ。くらえ。どうするかね。行くぞ。俺の番。どうした？ほら来いよ。Thank you.
ジか。おい、いけるじゃねえ、バイミン。やるわね。ねえ。お。ああ。わかった。こっちはエンジンをかけろ。ピンがね。ナイスだぜ、サッチャン。行くぞ。おい、お前らここでな。どうしてくれよ。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。だったら何者だ。都知事のファンだよ。握手する。ダメだ。どうしても。ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんせやったらなんや。つまり否定しねえのか。都知事の警備が大海連合のヤクザ。アホ抜かせ。わしら関西弁やからって全員が大海連合なわけない。ほう、よく言うぜ。お前はどう見た。まあまあまあ、ここはひとな。お前らおとなしくさまないと。動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。ドクっていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あっ、嘘だよ、ど素人め。
舐めやがっ。いてまえ。こ。本庄を叩き直したんだ。私の番ね。ほら、ほら。本気でやってよ。俺の番だ。邪魔だよ。俺の番だな。見せてやるよ。俺の番か。勝てると思ってる。何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。
いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか？私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。ああ。ねえ。いいや。待った。おい。ああ。
おう。ねえ。なあ。こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか、あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。はあ、どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、はあ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃ、ほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いや、わかる。
なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るからそれで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。酔っ払いだ。何なの？具合でも悪いのか？見るんじゃねえ。見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。まさわんじゃねえ。カムロ町でヤクザおちょくるなんていい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくそ。てめえ、いい加減に。沢城、俺、
しちまった。この男が鈴森。ああ、俺は沢氏、誰にも目撃されなかった。じゃあ俺は若そうさ、親父は大切な人。しかし親父もそのままを思だから沢城の身代わりって筋書きを作って、まんまとあいつの口車に乗せられたお前は、それでもまだお前はあのクソ。絶望すんのも、懲役18年ってだけでもひどい話だが、勤めを終えて出た。だろ、ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。ふん、じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ。理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年、怒りを通り越して懐かしささえ覚えて。そいつは、俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと。でも若は約束通り一人で来てくれ。殺されると思ったか。お前を殺すことなどぎ、だが生かしてやる。昔の二度と俺と俺の親父。じゃあ俺、偉人町から撤退して、クメの、何、生意気なこと言うようですけど、クメは国会議員の民事党内でも同じ。件に後ろ盾がなければあんな世間知らずの。だったらなんでクメなんかを。俺の価値を知らしめさせ。え、想像してみろ、クメがトップ当選、青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ、そして青木亮というネームばと思い知るはずだ。クメは選挙とはまさに駆け引き。だったら偉人町再生シェルターも。あのシェルターか。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられ。捕まえる、ビザの。まさか今さら彼女らに。ビシェルターから入管まではバスで行き、そんな犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェル。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。
ちょっと多すぎやしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。おい、えい、そうだかい。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたい。わしら、ひか、沢城の頭にはすっきり。おう、両手を乗車しねえぞ。俺の番だ。舐めないでくれ。行くよ。やめんなよ。よし、見てない。やってみろ。俺の番だな。見せてやるよ。なんや。俺の番か。いいね。絶対負けない。なめんなよ。いい感じや。あんまりたまらんな。じゃあこれ。これで終わりや。出てんの。くらえ。さて、邪魔だよ。邪魔だよ。私の番ね。やってみろ。よし。行くぞ。どうするかね。食べるぞ。遊んでくんないかな。ええ感じや。俺の番だ。よっしゃ、元通り。よし、ほら来いよ。元気満々。何なんだな。ほら、俺の番か。たまらん。行け。蹴り直すといくらか。してみろ。じゃあこれ。よし、行くぞ。どうするかね。くっ、ねえ。おい、まった。俺やってん。俺の番。叩きのめ。ぶっ飛ばしてやる。また強くなっちゃったね。
俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足それならさすがにやり方はまずマグロならぬ人間解体ショーをお見せします。終わったらあいつの首箱詰め。守備よくやれ。頭はかい。お前らの汚い血でスーツをよ汚れ。仕事は全部あんた。おやすな。どうぞおしゃべり。両手をよし。どうする。してみろ。はい。なんや。俺の番。よし、行ぞ。なめないでしょ。やるんだ。俺の番か。シャッキリしたね。行くぜ。まったおれおれ。これやるのか。ほら来いよ。楽しませてや。悪いと思ってるよ。そんなこんないか。どうしたんや。やってみろ。なめんなよ。おれおれ。邪魔ねえ。やってみんか。私の番ね。ほら来いよ。見てなさい。いいな。本気でやって。たまらんな。俺の番だな。いいね。遊んでくんないか。でや。どうするかね。どうしたんや。たまらんねえ感じ。たまらんねえ感じ。たたきのめ。たまらんねえ。なめんなよ。これで終わりや。よし、いい感じ。よし、行くぞ。ほら、本気でやって。俺の番か。ほら来いよ。これや。でや。勝てると思ってる。いい感じ。やってみろ。やってみろ。してみろ。たまらんね。さて。私の番ね。元気満々やで。俺の番だな。やってみんか。いい感じや。どうするかね。やめんなよ。たまらんな。いい感じや。なんや。俺の番。よし、行くぞ。やってみんかい。やってみろ。俺の番か。ラストいきますか。さて。私の番ね。ほら、こうやろう。
気でやってる。俺の番だ。よし、やってみろ。どうするかね。しゃっきりしたで。行くぜ。勝てると思ってる。ちょっと来てくれ。俺よっしゃ、行こう。絶対負けない。さて、どうしたんや。遊んでくんない。ありがとう。俺の番か。これや。ほら来いよ。俺の番だな。さて、俺の番。邪魔だよ。ぶっ飛ばしてやる。これで終わりや。よし。やんのか。これで終わりや。どうするかね。行くぜ。お？これで終わりや。よし、行くぞ。勝てると思ってるわ。これや。まあ、してみろ。本気でやってん。これで終わりや。さて。やってみんかい。はい。サンキュー。私の番ね。俺の番か。俺の番だな。とっておきのか。俺の番。叩きのめ。絶対負けない。元気満々やで。どうするかね。行くぜ。手加減なしだ。ほら、これで終わりや。よし、行くぞ。見せてやるよ。何？さて、俺の番か。ほら来い。問題なく俺の番だな。俺の番。よし。さて、どうするかね。俺の番。優しくしてやって。俺の番だな。とっておきやんのか。よし、やんないね。あっ、やめんないか。俺の番。やめんなよ。さて、いけ。なめないでくれ。勝てると思ってる。どうするかね。やってやる。俺の番。邪魔だよ。俺の番だな。見せてやるよ。よし、やんのか。さて、もうダメだよ。どっちか。俺の番か。
どうするかね。やめるか。まった本気でやってん。いいじゃない、さらに強くなれましたね。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。めっちゃ気持ち悪いよ。近江にはこんなのが。日本一の極道組織だ。これよりそんな連中がどんどん異人町にやって浜子さん今シェルターシェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届け、そしたらそしてシェルターの職員も全然取り、一体どうなって。落ち着け、一緒に探してくれよ浜子さん。あの子たち、シェルターは彼女たちを そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れるに、だから異人町に身を寄せていたんじゃない。私はね、私はあの子なのに。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは畜生。浜子さん、ひとまずありがとう。どんどん異人町がぶっ壊れる。ハン・ジュンギが言ってたの、俺たちも行く当てがあるなら本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえ。いや、すぐに。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。とてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まり、みんなここから出ていけるような状況。そりゃ俺たちもだったら抗うしかねえだろ。取り返してやろうじゃ。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川賞賛があって殴りに行くのはただの。でも賞賛もなしに殴りに行くってのは違えよ。賞賛なんて考えらんねえ。俺らの敵は民事党に大見れん。日本の表と裏のてっぺんだ。日本の表と裏の頂点。さすがにあだ。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃん。ただその表の頂点ってのに。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん。ナンバーさっちゃん。はいはい、もう結論出てるか。さすがは俺たちの。でもナンバーはどう。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚。俺がそんなに白状に見えるか。こうなりゃ地獄の弟の結婚式のスピーチのネタに決まりだな。